さあ、さらにですね、うん、パリ・サンジェルマンはネイマール選手の他にもモナコから18歳の超新星と言われるムバッペ選手を獲得しました、うんはいうん、今シーズンの予想布陣はこのようになっています、うん、そうか。でも結局こうなってくるとじゃあディマリアがサブになるのかな。いやそうだよな、取るな、ムバッペ、カバーニ、これでもまとめられんのかな。それも大事ですよね、うん、エメリー、エメリー、まあ、でもこれすごいな、このムバッペって相当だからね、18歳って。いやいやいや、若いよ、私の2個下って。2個下よ。でね、そんなに背高くないんだけどね、小腹、うん、早くてね、まとにかく足元がうまいね。で俺でもちょっとこう親近感が持てんのが、うん、まあ、フランスの選手なんですけど、いきなりバルサに行ったりレアルに行ったりしないで、うん、フランスのチームに行ったっていうのが、うんうん、ちょっとなんか好感持てるっていうか、うん、確かにボーンってすごいとこ行きがちですよね。やっぱでまあまあまあパリ・サンジェルマンすごいんですけど、うん、でもなんかこう世界的にビッグクラブ、まあでもそう、まあもうこのメンバーが良すぎてビッグクラブ的な感じになってますけども、うん、いわゆるこの歴史のあるビッグクラブというとバルサだったりレアルだったりマンチェだったりっていう、ユーベだったりってことなわけじゃないですか。そこに行かずにっていうのがね、うんうん、まあ、あのフランス人ですし、うん、あの伸び伸びとやるんじゃないのかな、うん、こう下地がねそんなに変わんないわけですから、うん、フランスのチームという意味では、うん、まあ、気候的なものだったりこう生活的なものだったりも、うん、言語もねそういうストレスがなく確かに、うん、若くして、階段を徐々に上がってっていう感がいいよね、うん、でまあ、どっちが上かわからないですけども、はい、やっぱネイマールのようなこういう多少、まあ、まだネイマールも若いですけども経験がある、うんうん、選手先輩じゃないですかネイマールの、うん、こういうちょっとのこう上にいる先輩が近くにいるってことはいい感じで成長するんじゃないかなと。確かに、うん、この人だってネイマールがねえいたらなんか、うん、おーおーいみたいになりますよ ね、 なんかもうちゃんと喋りなさい。おーおーおーネイマールじゃんおーおーっつってでもなんかこう萎縮しないでなんか頑張ってほしいですよね。うん、ネイマールもバルサに行った時に、うん、メッシにすごく可愛がられたっていうのがあるわけじゃないですか、うんうんうん、でメッシもまあサブっていうかその B から、ねうん、トップに上がった時にロナウジーニョがすごくこう可愛がってくれたっていうのがあって、まあこうみんなからバーッともてはやされてるような、うん、こうスターがビッグチームに入ってきた時にやっぱ若いからスターとはいえこうねキョロキョロしちゃうわけですよ、うん、絶対しちゃう。そういう選手をどういうふうにこうねおもてなしするというか、うん、したらいいかっていうのは脈々とこう受け継がれて、うんうんうん、でじゃあメッシがいるバルサにネイマールがねサントスっていうこうブラジルから来た時にそれこそブラジルから一気に行ったわけですから、うん、あれあれってなった時にメッシがこう優しくしてくれて、あじゃあ俺もこう若い子が来た時にはこういうふうにっていうのが多分あると思うから、うん、ムバッペもそういうふうに、うん、なる可愛がられるんじゃないのかな、うん、ただムバッペ自体の性格がどうかっていうのはあるけど、ね、あ知らんがなみたいな。やだー、でも18歳だから。俺はもう18歳だけどもう俺はメッシ級の天才なんだぜっつって、ああつつんだった 10番よこせみたいな、あーやばい今のやつだったらそれダメだけどね。確かにじゃないとは思うよ、そんな選手ほとんどいないと思うしね。いい感じにね、うん、いい関係になったらいいですよね。これはまあ注目ですね、この3枚はたまんない、うん、ってなってくるとこれカバーにしっかりしなさいよって話です、うん、そういうことなんですよね。この人あの簡単なシュートよく外しますから、あらあら何それみたいなシュートを決めたりするけどそこ外すんかいっていうのもあるんで、なんでですか、なんでだろうね、うん、なんででもものすごい魅力的な選手ですよ、うんうん、カバーには僕入れ立ちが好き、入れ立ち、うん、見た目、おちょっと
オールド南米選手、うん、ちょっと昔にいたじゃんっていうようなね、あのね見た目チリチリのこういうプレスタイルもそうなんですけども、うん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 、が好きね、カマーリってなってくると、そうか、ディマリアも出なくなるだろうし、あとね、パストールっていう選手がいるんですよ、アルゼンチンの。パストール、まあ、この人もね、もう天才なんですけども、うん、この選手もなかなか出れなくなっちゃう可能性が出てきて、まあこれも嬉しい悩みだと思いますけど、監督からしてみたらね、まあ確かに、でも選手からしたらとんでもない話ですよね。とんでもないですよ。なんでやっぱそれこそ AKB もいっぱい競争相手がいるから、うん、っていうのと、もうもっとすごいバージョンですよこれも。いやー、うん、ね、たまんないですよね。まあ、あの選手同士の競争っていうのはね、チームの底上げになるとは言いますけども、選手からしてみたらたまったもんじゃない。いやー、もう最高最悪ですよ、こんなに来たら一気に、うん、困っちゃいますね、うん、でも楽しみですね、なんか今後どうなっていくのか、この。そうね、うん、やっぱり中盤もディフェンスも、うん、しっかりしてますし、うん、まあ、ブラジル人がね結構多いということで、楽しいサッカーにもなるんじゃないかなと思いますよ、うん、注目したいと思います、うん、ではなぜこのような膨大な金額になったのかというとですね、うん、移籍が決定した8月2日という日付が鍵になっているみたいです、うん、実はですね、昨シーズンにネイマール選手はバルセロナと契約を延長しています、うん、その際に設定された契約解除金は約256億円だったんですが、うん、8月1日に290億円に値上げする契約を結んでいまして、その差額の約34億円をネイマール選手本人が報奨として受け取ることになっていたそうです、うん、そしてネイマール選手はバルサのプレシーズンマッチにも出場し、周囲には出ていくかわからないと発言をして、8月2日に突如移籍合意を発表しました、まあ、本来であれば契約延長もせず移籍の意思を表明していれば、もう少し現実的な金額で移籍が成立していたんですが、この34億円という金額を確実に手にするために周到なプランを立てていたと報じられています。そしてそのプランを先導したのがネイマール選手のお父さんということなんですね、うん、ワッキーさんは目の前に34億円が、まあ、ちらつくっていうような金額じゃないですけど、うんうん、があったらやっぱどうしますか。僕はですねまずパニクると思いますまずパニクる私も絶対パニクります、うん、まあよく言うじゃない、そのまあ現実的に34億円っていうことよりも、うん、まあ夢のまた夢だけど、それこそほら宝くじとかでね6億円当たったらどうするみたいな、はい、うん、どうするみたいな話をさ、うん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 、酔っ払った時とかするじゃない。それじゃあほど遠いわけでしょ、34億円ね。でもね、でもですよ、はい、これやっぱりこうネイマールがっていう風になるんですよ世間的には、うん、ネイマールが34億円ね手に入れたみたいな、うん、なんだよネイマール仲間より金取んのかよみたいな感じに思われちゃうんですよ。ネイマールが看板ですから。でも裏にいるのは親父なわけじゃないですか。ででーんと黒幕がいます。黒幕がもういるんですよこれほんとよく聞くけど、うん、まあまあな悪のような気がするんですよ僕は。うーん、ね、だってネイマールなんて、はい、まあ、ネイマールからしてみてもさすがに34億円つったらまあ結構の金だと思うけども、うん、でもさ稼げないお金じゃないわけじゃない。私そう思いました。そうでしょ、ネイマールにそんなにもうマジでくれんのっていうわけじゃないよ間違いないです、本当にそうだと思います、うん、だからお父さんなんでしょ。でしょ、そうなの、お父さんが欲しいんだよ。すごい、絶対そうだと思うわまあだから本当のところっていうのはさ、はい、分からないからこの世の中、うん、そうです、ね、最近そういうねネット云々でさ、うん、情報が拡散されるから、はい、元で本人がどう思ってたのか、うん、どういうことがあったのかってさ、うん、本当に本人に聞いてみないとわからないことだから、うん、海の向こうの日本ではさこういうことを言うけど、うんうん、ただ俺は
ネイマールじゃなくて親父が悪いんじゃないかな俺は、推測ですけど思います。パパですね、うん、これはちょっと完全に、うん、ねえそう思わない？そう思います、うん、そうしか思えないですよね、逆に。そうだよね、うんうん、だってなんだろう、こうあんなに仲も良くて、まあ、それに重なってくるっていうのがやっぱさっき言ってたことだと思うんだよね。あのメッシがいる限り、うんうん、俺は一生トップになれないのかっていうのもあってだと思うんですよ、本人が、うん、多分その本人のその気持ち、その雰囲気を親父だから分かるんだろうね。あ、こいつ本当は移籍したいだろうな、ふむふむ、つけ込んだ感じになっちゃう。34億円上乗せさせーの、報酬でもらいいの、しめし悪い話ではないと。そうでしょ、そういう感じで言ったんじゃないか。で、おいおい、ちょっとお前本当は移籍したいんだろ。いや、そんなことないよ、あんま顔出てんぞお前、俺親父だから分かんだよ、本当はしたみたいなあったんじゃないの。俺演技としてどうか分かんないけど今の絶対ありましたよ。お父さんは結構鍵になったんですね。そう、皆さん、うん、ネイマールが金で動いたなんて思わないでください、うん、確かに、うん、攻めないでください。そうそう、ネイマールが現役でね、どこのチームにまた移動するか分かりませんが、やってる以上は、うん、応援しましょうよ。応援しましょう、うん、やってるんですから、うん、うん、ですはい、えっちゃん TV ご覧ないでください。YouTube をご覧の皆さん、今回の F ちゃん TV も楽しんでいただけましたか？この番組では今後も楽しい企画をどんどん配信していきますので、チャンネル登録をしていただくと見逃さずにお楽しみいただけます。ぜひよろしくお願いします。